マキトとマキコの MUSB 声援ニュース。どうも、三重大学吹奏楽団正指揮者の西谷マキトです。さあ、今回はですね、木管トレーナーの方に来ていただきました。ご紹介いたします。枝松香織さんです。お願いします。お願いします。お願いします。はい。枝松さんは三重大学吹奏楽団40期ということで、はい、僕が今70期なんで、いや、いくつやろう。ちょうどの。ちょうどちょっとだけお姉さんです。70、ゼロで。そんで細かくやる。僕あとね。はい、では早速なんですけれども、はい、質問していただき、していきたいと思います。はいまず今回ですね、枝松さんにはテナーサックスをですね、僕たちと一緒に演奏していただけるということで、この今回の定期演奏会の聴きどころとか、はい、見どころとかそういったものを何かお聞きできたらと思います。はい、見どころ聴きどころ満載なんですけれども、昔は一部はオリジナル曲で二部はクラシックアレンジっていう感じで、私たちの頃は 数年前はやってたんですけれども、今はこうクラシカルな部分とそういうちょっとこうポップス的な部分が元気の出るようなところが満載な形になっていますので、一部から二部終わりまで老若男女問わずどなたにも楽しんでいただけるかなっていうのが思うところです。見どころ、聞きどころですかね。はい、ありがとうございます。テーマも一部、二部ということでそれぞれ変えていろいろやっているので、また前の動画とかでも説明させていただいているのでぜひご覧ください。では、枝松さんが現役時代です、大学生だった頃の何か三重大学吹奏楽団での思い出みたいなのはないですかね。もう数年前のことなのでよく覚えてるんですけれども、はい、やっぱり4年生の時の定期演奏会、定期演奏会というのがもう4年間の集大成といえるべくしてある演奏会で、やっぱり思い出に残っています。1年間通じてね、コンクールとかサマーコンサートとか招待演奏とかいろんなことをさせてもらう、ジャズもね大学祭でしたり、はい、いろんな勉強させてもらうんですけれども、その本当に4年の定期演奏会で全てが詰まったものっていうことで、最後の最後にはこう涙をこらえながら、流しながら、ぐだぐだになりながら吹いたっていうのが思い出ですかね。今年なんか特にもう夏とかは何も活動ができなかったので、今年の4年生はこう何かこうたまるものがあるかと思うんですけれども、そういうところも多分今回の見どころの一部だと思いますね。はい、何かこう現役の今団員を見て思うこととか。思うこと、そうですね、もう皆さんちょっと手前味噌かもしれないですけど、素晴らしいんですよ。なんか私こんなにちゃんと考えてなかったかよなとかいうような思うことを思うんですけど、しっかりしてるなみんなと思うんですが、一つだけ私が勝ってるのはよく遊んでたよなっていうのもういっぱい、今はコロナでね、集まったりこう交談したりはできないんですけれども、よく集まって遊んでて、遊びも勉学も吹奏楽も同じぐらい満喫してたなっていうのがちょっと思うところで、でも本当にしっかり考えてしっかりやってるなっていうのをすごい思うので、コロナ大変だったけどじわじわつけてきた力を今日発揮してくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、今日っていうか本番の時ですね。はい、遊べず溜まったこの鬱憤みたいなものを晴らせるもう4年生もですねなったらいいなと思いますし、この今後またみんなでどっかで集まれたりとかそういうことができたらいいなっていうことも思いも込めて、はい、そうしたいと思っています。はい、では最後に、YouTube とかまた定期演奏会ですね、ご視聴いただいている皆さんに一言よろしくお願いします。はい、3月6日、総合文化センターライブホールの方で、5時開演でしたね、はい、定期演奏会開催されます。もちろん客席で楽しみいただいて、一緒にこう感動をやってみたことを分かち合いたいなっていうのももちろん思いますし、私はライブ配信っていう形で遠方の方も一緒に、ね、楽しんでいただけるようにさせていただいてますので、会場客席または、ライブ配信等で楽
手前味噌ですが頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では本日のゲストは木管トレーナーの枝松香織さんでした。ありがとうございました。お願いします。